2010年3月3日、今日はおひな様祭りですけども、実はジュネーブ賞の、ポルシェブースにいます。今年はですね、環境技術が最近の自動車賞の、大きなテーマなんですけども、その単に環境だけではなくて、電気自動車あるいはバッテリーモーター、そういった技術がですね、ついにこのポルシェやフェラーリまで、及んできてます。今回ポルシェが、2010年のスイスジュネーブ賞でデビューさせた3台の肉食系ハイブリッド、ここにご紹介します。まずはカレラ GT ベースで作られた、スーパーカーなんですけども、V8 の R スパイダーのエンジンに、いわゆるハイブリッド化してプラグインしたんですね。ですから、今もうちょっとこう単数と分かりますけども、この918スパイダーの、横にはですね、電源を充電する、ソケットがあります。ですからこれはグリッドから電力を供給するとなんと EV で走れるんですね。もちろんそのバッテリーが切れたら、もともとこの918の持っている本領のそのエンジンで、スーパーカーの走りを楽しむことができるわけです。そして奥にあるのがポルシェ GT3 のハイブリッドです。これは F1 で使っているカーズ、実はウィリアムズがパテントを持っている、機械的なあのハイブリッドですね。運動エネルギーをその大きなフライホールに溜め込む、約4万回転で回るフライホールを助手席につけてます。それが、エネルギーのストレージになって、オーバーテイクブーストボタンみたいな形でレース中に追い越しができる、機械的なある意味で変わったハイブリッドですね。そしてこちらにあるのが、パナメーラ、ベースで作られたカイエンハイブリッドです。これがワールドプレミアムですね。実はこのハイブリッドは、なんと愛信が持っている8速トルコン AT、 実は LS460 に使われているトルコンの8速、これにワンモーターを入れたタイプですね。それとバッテリーはまだリチウムは使ってませんけども、フォルクスワーゲンのトワレグとこのカイエンと、将来はアウディの Q7、ここが3兄弟になるんですけども、ハイブリッド技術が実は、エンジンがアウディの V6 の3リッターのスーパーチャージャー、そしてトランスミッションがワンモーターの愛信製の発足、という組み合わせで作られたハイブリッドです。3つのハイブリッド、それぞれ違うキャラクターなんですけども、まさにこうポルシェの、肉食系ハイブリッドがここに揃ったということが言えると思いますね。実際に乗ることができるのはこれはもうじき市販されますけども、レースではあちらの GT3 も近いうち走ることができますが、果たしてこの918スパイダー、一体いつステアリングを握ることができるでしょうか。